幹事社読売さんですか、はい、はい、どうぞ。すみません、幹事社の読売新聞です。お疲れ様でした、はい。まず名古屋でこれだけの人が集まった街頭演説の感想をそれぞれ、まあ、企業代表からお聞かせください。はい、まあ、1年前もここで、ここというか名古屋でやらせていただいたんですが、まあ、本当変わらない熱気といいますか、変わらない人というか、もうむしろ今日の方が熱気がすごいんじゃないかなと思いますね。まあ、これはもしかしたら昨日の総選挙の影響はあるのかもしれないなと思ってますけど、はい。本当に何党員増えたのか、増えました。本当かあれ、本当本当えれやもんだな、これ。はい、いや、よく来ていただいて名古屋の皆さんに、まあ、サンキューベリーマッチを初めてだわね、こんだけ。まあ、今の業代表から話があったけど、本当に党員が増えとるようになってね。まあ、石破さんも前ちょっと面白い話してなあかんで、歌うたわんでもいいけどという感じがしましたね。まあ、先ほど衆院選の話も出ましたけれども、この名古屋、まあ、または愛知でそれぞれ何人立てたい目標など、現時点での考えはございますでしょうか。まあ、一度でも要件立てたいということと、まあ、本当は5人当選すると、いわゆる国政政党になって、あんたらマスコミもまともに相手してくれるようになるわけだろ、初めて。これを何としても実現させる。日本中で5人でもいいんだけど、これは東海ブロックだけでも5人取れやね、本当日曜討論やテレビタックル出てくるわけだろ、このいよいよ。とこうやって言っとる主張がやっぱり広がりますが、まあ、そういう気持ちで日夜戦い続けているのですスーパーマンみたいな。まあ、5人取れれば国政政党っていうところで、はい、こう河村市長も新選立てばこうかなり勢い出るのかなっていうところですけれども、現時点でのお考えはいかがですか。ありがとうございます。まあ、私は浄土宗の信者なので、生阿弥陀仏というところでとりあえず、お願いします。いかがでしょうか。 NHK の宮川と申します。パクトさんになかなかお話を伺う機会ないので、この機に伺いたいんですけれども、はいはい、まあ、総裁選、おもろいこと言いませんね。いえいえ、総裁選機能あって、まあ、はい、いよいよ選挙という空気が漂ってきましたけれども、日本保守党さんとしてはどのように戦いたいと考えますか。ね、まあ、正直言いますと、石破さんになって私は選挙が遠ざかったんちゃうかなという気はちょっとしています。というのはやっぱり、今日本全体にこう自民党に対してすごい逆風が吹いてるんでね。そして石破さんになったことによって、かなり自民党の党員なんかも失望が多いんじゃないかと。そうすると選挙したときに、自民党大敗する可能性がありますので、ね、そうすると、石破退陣の声が起こるかもしれない。そうすると石破さんはですね、結構ビビリやから、いや俺せっかく総理だったのに喋りすぎても 1ヶ月で退陣になったら困るなということで、だからもう少し慎重になって様子見するんじゃないかなと思いますが、しかしながら、我々はいつ選挙になってもいいような準備はしておりますので、その辺は大丈夫です。党員が増えてらっしゃるという話もありましたけれども、はい、やっぱりその保守層の期待がより集まるんじゃないかなということも期待されますけど、目標とかってありますか。目標はとにかくまず一刻も早く国政政党になるんですね、はい。まあ、今のところ我々はまだ国会議員が一人もいない、まあ、法律的には政治団体に過ぎませんので、まあ、なんとか政党として認められるように頑張りたいということです。その上で河村さん、まあ、挙手が生阿弥陀仏とありましたけれども、そうですね、まあ、これはちょっとまだ分かりませんけど、まあ、河村さんが出たらどこに出ても通るでしょう。ご自身はいかがですか。僕出てもどこに出ても通るでしょう。普通に新聞の事情と言います。自民党総裁選で、まあ、高市さんと、まあ、石破さんが争って、まあ、石破さんになったということで、まあ、高市さんはより保守色が強かったわけですから、その高市さんが落ちたということで、日本保守党さんにとって、まあ、有利だという思う目はありますでしょうか。いやー、どうでしょうね。その辺は、まあ、実際に、まあ、昨日から党員が増えているのはもしかしたらそれはあるかもしれませんが、まあ、私たちはまだそこのところ別に特に分析する気はありません。それから、まあ、国政政党を目指すということですけれども、これは次期衆院選だけで目指すのか、それとも来年のですね、参院もセットで、その2つで目指していくのか、その辺の戦略はいかがでしょうか。そう
うですね、それは、まあ、衆院選、まあ、だって衆院選はいつ起こられるか分かりませんしね、最悪かどうか分かりませんけど、まあ、最も遅れた場合は来年の衆参同一選挙ということもありますからね。衆議院選挙は秋までね、はいはい、まあ、だから同一選挙かもしれないし、その後かもしれないし、これは分かりません。でただなるべく早くに国政選挙になりたいとは思ってます。ありがとうございます。まあ今のは一つ減税を目指すようなね、本当に政党を作るにはやっぱ総理大臣を生み出さないとできんですよ、日本では。だから選挙で勝ったら必ず取らない、そのクリアの勢いでいかなかんけど、まあ第一歩はとりあえずこの5人をものにせなきゃいけない、これでしょ。だからできれば東海ブロックだけで5人、まあ届かなければ全国で5人、これは絶対ですね、ネセサリー、ね、はい。まあ我々日本保守党ですね、日本保守党の代表選が全国ネットのニュースになるように頑張ります。関連でごめんなさい、有本さん、何か作戦はあるんですか、これから。まあ、もちろん一里塚として、国政政党になる、もうこれは当然目指さなきゃいけません。ですけれども私たちは、まあ、今いろんな方々からの期待の声が少し高まっているので、できるだけ、まあ、河村共同代表はとにかく東海ブロックでというふうに、まあ、言いましたけれども、できるだけ日本国の広く多くの方々に選択肢として私たちを、まあ、考えていただくと、そういうことは、まあ、できるだけ早くに作りたい、そういう環境をですね、日本全国の方の選択肢になりうるような、そういう環境を作りたいというふうに思っております。具体的に言うとキャラバンをこのように進めてっていうことになるんですか。そうですね、キャラバン進めますし、選挙はまあいつあってもいいようにいろんなパターンで準備シミュレーションをしておりますけれども、まあ、それはですね、だんだんと時間が経つにつれて少しずつやっぱり変化は、作戦そのものは少しずつ変化はしていきます。でも最短1ヶ月で選挙ということもありえますから、まあ、それにもちゃんと私たちは望むということで準備しております。よろしくお願いいたします。広沢さん、名古屋支部長になられるということですけど、その狙いは。狙いですか。狙いと言いますと、まあ、そうですね、まあ、この名古屋でのこの保守党の、まあ、盛り上げを、まあ、責任を負ったという、まあ、それを受け止めています。はい、まあ、狙いはやっぱりそうですね、まあ、やはり、まあ、東京で大阪は広田さん の地元でもありますので、この名古屋でこの保守党勢力をより拡大していくという、まあ、これが私のミッションです。党員が増えてらっしゃるということですが、現状何人ぐらいに、多分今7万人近いと思いますね。7万人近い。ちょうどですね、入れ替わりの時期でもあるんですよね。ですからちょっと日々数字動いておりますけれども、今7万人ぐらいというふうに記事していただいて結構です。ちなみに昨日から増えたという話だったんですが、どれぐらい増えて。ですね、まあ、多分純粋に増えている数というのはもう何千という桁というふうに考えていただいていいんですが、ただ先ほど申しましたように、ちょうど実はこの9月の月末というのが更新時期なんですね。それとかぶっておりますので、ちょっとその実数がなかなか申し上げにくいと思います。ではすみません、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。代表有本さんの議論やりたいな、特別党員です。ありがとう。秘書有本さんでした。頑張ってください。